はい、どうも皆さん、こんにちは。チョブリです。はい、今日の動画なんですけれども、本日は、今週木曜日がやってきます。ということで、監督最新情報をやっていきたいと思っております。はい、最近ね、結構ね、僕、プライベートがなかなか忙しくて、まあ、動画の方をね、あんまり上げれていなかったんですけれども、さすがに今日登場ね、今週の監督激アツすぎるということでね、しっかりご紹介していきたいと思います。もうね、若干声がもうね、寝起きの声なんですけど、今日もね、結構忙しくて、昨日も夜ね、撮る時間なくて寝ちゃって、今朝のね、7時28分、もう起きてすぐ動画撮っておりますってことでね、いつもと若干ね、声が寝起きなんですけど、張り切ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ってことでね、早速ご紹介していきたいと思うんですけれども、今週の監督、かなり激アツ週となっております。最近ね、ここ1、2ヶ月で一番激アツな週なんじゃないかなと思っておりますので、ぜひね、期待しながら見ていただければなと思います。ってことで、早速やっていきましょう。はい。ってことで、まず一人目、こちら、サラウッド・トレーパン監督ですね。はい、こちら、今週の目玉の監督は、こちらの監督になるのではないでしょうか。3CF、まあ、ギリ 3CF ができる監督ですね。はい。で、今週 3CF の監督がかなり多くて、かなり激アツ週となっております。はい。その中でも、今週から新登場のこのサラウッド・トレーパン監督、かなりコンセプトも良くて、本当に OMF も受ける、この433の形の 3CF の監督、かなり激アツなので、見てみてください。はい。で、ポゼッションショートパスサイド流動的、パスサポート距離が2と、で、フォアチェックサイドアグレッシブ、で、ディフェンスの高さが7、コンパクトネスが7ってことで、めちゃくちゃいいコンセプトですよね。はい。で、まあ、ポゼッションっていうとこと、まあ、攻撃はサイド、まあ、ここが、まあ、中央の方がいい方、サイドの方がいい方いるかもしれないんですけども、まあ、それ以外の守備コンセプト、まあ、攻撃コンセプト、ほぼほぼ完璧ですよね。で、フォーメーションに関しても、この4213の形で、まあ、クロップのような形にも置けますし、なんなら一人 OMF にも置けるってことで、かなり有能な監督なんじゃないかなと思います。本当に過去ナンバーワン級の3CF の監督、このサラウッド・トレーパン監督なんではないでしょうか。はい。ただこのマネジメント能力が640ということで、かなり低めになるので、まあ、出現確率がかなり低めになるので、今週もこの監督、取れた取れない問題が発生しそうな予感がしますので、ぜひこの監督はね、毎日毎時間チェックする必要性があるんじゃないかなと思います。はい。で、こちらもサラウト・トレパン監督ですね。はい。個人的にはもうオフェンシブ戦術、ディフェンシブ戦術でも、まあ、ディフェンシブ戦術の方がいいのかなと個人的には思ってますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、一人目、サラウト・トレパン監督でした。はい。ということで、二人目、こちら、ランザン・ビワチチェック。ビワチャイチェック監督。ビワチャイチョック監督ですね。はい。もう名前がまたまたね、滑舌殺しの監督なんですけれども、こちらが、今週ね、こちらも、まあ、今週登場の5バックの 3CF 監督になります。はい。で、カウンターロングパス中フォーメーション重視、パスサポート距離が6と、で、リトリート中央アグレッシブ、ディフェンスの高さが1、コンパクトネスが5ということで、まあ、523の監督ですね。はい。で、こちらの監督なんですけれども、今まず攻撃コンセプトに関しては、もう文句なしの完璧なコンセプトなんではないでしょうか。はい。なので、まあ、3CF でね、ここまで攻撃コンセプトがいい監督なかなか出てこなかったので、そういった面でもすごくいいのかなと思います。で、リトリート中央アグレッシブって、ここもいいですよね。で、ディフェンスの高さが1、コンパクトネスが1っていうことで、まあ、ここが若干低めになるのかなっていうふうに思うんですけれども、まあね、5バックですし、そこが気にならない方、まあ、どっちかっていうと引いて守るっていうか、ブロックを形成して守るっていう感じの守り方になると思うので、そういった守り方が得意な方とかは、非常にめちゃくちゃ強い監督なんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、本当に、ただプレッシングがね、結構 3CF の監督って今までこのリトリートセーフティーとか、そういう監督が多かったんですけども、リトリートアグレッシブでね、で、追い込みエリアも中央ってことで、そこすごい非常にいいので、まあ、ディフェンスの高さ、コンパクトネスだけがちょっと気になるところかなというふうには思うんですけども、その他のコンセプト、フォーメーション非常に完璧であると思うので、5バックで 3CF の監督ね、そこまで多く出るものでもないので、ぜひね、この監督も獲得必須ではないかなと思います。はい。で、この監督も、マネジメント能力が620ということで、低めになりますね。はい。なので、まあ、この価格も相当低いので、獲得なかなか大変だと思います。はい。この選手もまさかのね、この監督か。この監督も、まあ、タイの監督だってことね、もうタイは 3CF の宝庫みたいな感じになっているんですけども、ぜひね、このランさん、バイチャイチョック監督、まあ、要チェックかなと思います。はい。
で、次3人目、はい、こちら、アルディアン・スティファニッチ監督ということで、こちらの監督なんですけれども、こちらの監督はね、まあ、先週も、紹介した監督なんですけれども、3バックの3シグの監督になります。今週は珍しくね、3シグの監督が3人も登場していますので、こちらの監督も要チェックかなと思います。で、こちらの監督は、まあ、先週も紹介したんですけれども、3バックでポゼーションショットバッチを利用的、サポートキラー6、フォアチェック中央セーフティ、ディフェンサーの高さが、7、コンパクト率が5ということで、まあ、この監督ね、個人的には動画でも紹介したんですけれども、マネジメント能力も820ということで、かなり獲得しやすい監督となっておりますので、まだ獲得できてない方は、ぜひ獲得していただければなと思います。で、かなりコンセプトもいい監督で、僕個人的にも使用してかなり使いやすかったので、はい、ぜひまだこの、アルディアン・スティファニッチ監督獲得してない方はぜひ獲得してほしいなと思います。ただこの監督の人選解説だったりとか、まあ細かい攻め方だったりとかっていうところに関しては、他の動画でね上げてますのでぜひねチェックしていただければなと思います。ということでアルディアン・スティファニッチ監督でした。はい、次ここからは3シーフではない監督ですね。はい、続いてはこちら、ディーノ・ミレッジ監督ですね。はい、こちらがガスペリーニ監督になるんですけれども、カウンターロングパス、サイドフォーメーション重視、パサポート距離が9、フォアチェック中アグレッシブ、ディフェンスの高さが、6、コンパクトの勝ちということで、めちゃくちゃいいコンセプトの4-3-1-2監督になります。はい。で、以前、人気監督ランキングとかも紹介した、監督、1の監督、待って、名前がマジでど忘れしちゃった。誰だっけ？まあ、とりあえず、前、人気、4-3-1の人気監督ランキングで、1位に紹介した監督と、めちゃくちゃ、すべての、コンセプトが似てますので、カウンターロングパスサイド、フォーメーション重視、ここも一緒ですし、サポート距離が9と。で、フォアチェック超アグレッシブってことで、まあ、ほとんど言うところがないですよね。はい。で、本当に今週言うのはこの4-3-1-2の監督、本当に、4-3-1で監督探してる人は、この監督獲得必須かなとは思います。はい。結構ね、意外と4-3-1の監督、攻撃やサイドは意外と使いやすいってことが最近判明しておりますので、そちらも含めてね、フィッシャーとかジェネション以外の監督も使ってみたい、4-3-1で使ってみたいって方は、使ってみてもいいんじゃないでしょうか。はい。さらにサポート距離が9っていうことで、すごい前に速いサッカーが展開できると思うので、縦に縦に速いサッカー、カウンターサッカーを展開したい方は、このディレイのミレージ監督、獲得してみてはいかがでしょうか。はい。で、この監督も、マネジメント能力850っていうことで、かなり出現しやすくなっておりますので、まあ、前にチェックしていれば確率に獲得できる監督ではあると思います。はい。ということで、ディレイのミレッチ監督でした。はい。続いてこちら、フィリップス・ニフット監督ですね。はい。こちらの監督が、まあ、ワンオフの形が、復活したということでご紹介していきたいと思います。で、このニフット監督ね、個人的にも使ったんですけども、かなり強かったので、改めてご紹介させていただきたいなと思います。5バックで5-2-1-2の形ですね。この形が復活いたしました。で、カウンターロングバッシュをフォーメーション重視、サポート距離9、フォアチェック超アグレッシブで、どっちもコンパクトネス、ディフェンサーとかどっちも共にマックスっていうことで、かなりね、縦の速いサッカー、まあカウンター重視の、ハイプレス、ハイカウンターみたいな感じのサッカーの監督になりますね。で、以前紹介した時も、なんかすごい面白いコンセプトだよねっていう風に紹介したんですけども、改めて僕個人的にもね、使ってみたんですけども、かなり、使いやすかったです。はい。やっぱりこの前線の動き出しとか、まあ、ディフェンスラインとかもね、ほんとハイラインでハイプレスの監督なので、結構ディフェンスもしやすいですし、縦に速いサッカーも、前の動きも非常にいいですし、まあ、コンセプト自体もめちゃくちゃいい監督なので、まあ、この監督、まあ、個人的にもかなりおすすめの監督なので、まだ獲得してない方いらっしゃいましたら獲得してほしいなと思います。先週からね、いなくなってしまっていたので、まあ、なかなか悲しいところではあったんですけども、今週からなど復活してくださったということで、リフト監督ね、獲得必須かなと思います。で、マネジメント能力が720ということで、まあ、そこまで高くないので、この監督もなかなかね、僕の中では出なかったイメージなので、まあ、これも見かけたら一応取っとくっていうのを、まあ、おすすめ、個人的にはしたいなと思います。はい。ということで、ファイバックの監督ですね。4-2-1-2のリフト監督でした。はい。それでは最後ご紹介していきたいと思います。最後はちょっと面白い感じの形の監督なんですけれども、ナタニエル・フレモン監督がこの監督になりますね。見て、この監督見てください。めちゃくちゃ形面白くないですか？この4-3-2-1-1みたいなね、感じで、3バックで2オムフで1ST で、
もうワンシーフっていうね、めちゃくちゃこの監督なんか見たことないような形の監督ですよね。で、コンセプトもあんまり悪くなくて、ポジションショートパス、サイド、フォーメーション重視、サポート距離7、フォアチェック小セーフティー、ディフェンスの高さが4、コンパクト率が6ってことで意外と悪くないんですよね。個人的には結構使ってみたい面白い監督かなっていうふうに思ってます。なんかツリー型ではないんですけれども、なんか3バックでサイドハーフもいて、で、2オフまでいて、で、縦に CF、ST っていう風に置けるみたいな。まあ、横並べて、ツートップみたいな感じもできるんですけども、結構面白い形なのかなっていう風には思います。はい。ただ、この監督はマネジメント能力が非常に低くて640なので、なかなか出ないのかなっていうふうに思うんですけれども、今週のねすごい有能な監督、結構みんなマネジメント能力が低いので、やっぱ3シェフの監督も含めてマネジメント能力がかなり低いので、まあ要チェックが必要なのかなっていうふうに思います。でこの監督とかもなかなか、はい、見ない監督なので、ちょっとまあ他のまあプレイヤーと差別化を図れるというか、なんでこの監督みたいな、なんだそのフォーメーションみたいな、ちょっと相手を引き寄せることができるような、そんな面白い監督かなって思うので、ここもちょっと獲得してみたらぜひ使ってみたいなっていうふうに思ってはおります。はい。で、まあナタニエル・フレモン監督でした。はい。まあこんな感じで今日ご紹介していたんですけども、まあ先ほどもお話したように、今週はね 3CF 祭りみたいな感じですよね。本当に 3CF 進化とか2人もいますし、まあ先週同様ね、ステパニッチ監督もかなり超優秀なので、本当に今週は、まあ、サンシフ監督を、まあ、獲得する週というか、獲得したい週になってくるのかなとは思います。まあ、その中でもね、初めに紹介したスラウト・トレパン監督、もうすでにね、前日、昨日からかなり話題になっていた監督なので、この 4-2-1-3 で、オムフも切るっていうね、非常に有能な監督ですので、で、コンセプトもめちゃくちゃ優秀なサンシフ監督なかなかいないので、本当にこの監督獲得、僕も個人的にしたいなと思っております。はい。そんな感じで今日は監督紹介していきました。若干朝からということでね、ちょっとテンションが低めというか、感じだったかな、そう聞こえた方もいるかなっていうふうに思うんですけども、そこはご愛嬌ということで、すいません、よろしくお願いいたします。はい。ぜひね、他にもね、いい監督、この監督いいですよって監督がいたりとか、この監督、まあ、使いやすかったですとか、使用感とかね、教えていただけると非常に嬉しいのかなと思います。コメント欄とかでね、どんどんコメントしていただけると嬉しいです。はい。こんな感じでね、僕ね、まあ、最近ちょっと忙しくてあげれていなかったんですけども、毎日ね、監督系の声解説動画とか、いろんな講座系の動画とか出してますので、よかったら他の動画もチェックしてみてください。ぜひね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますって感じで、今日の動画も以上にしたいと思います。それでは皆さん、また明日の動画でお会いしましょう。じゃあねー。